はいどうもお疲れ様です。クレッポンです。今日から始めるパガンオンラインということで、いやパガン、ペイガン、パイガン、どれが正しいのかよくわからんけど、多分ペイガンで追ってるねやってみたいと思います。いろいろねやってなんとかねアカウントを、作り直すことができてね、ここの名前がクレッポンになりましたなんかこのゲームスチームで購入してるんですけど、ウォーゲームズっていうサイトに登録して、ワールドオブタンクとかウォーシップのね、あそこに登録して、そこの ID、ネームでね、プレイするっていう風にやってるみたいで、ちょっとね、分け合ってそこはね、ちょっと納得いかなくて、また作り直したわけなんですけど、ちょっとゲームやっていきましょうか。このゲームなんですが、最初選べる西ロハとか、この10人の中から1人選んでやっていくんですけど、ジャンルというと、ハック&スラッシュという感じになってるようです。完全に初見プレイなんで全然わからん。これエルデンっていうね、なんかかっこいいね。これもう中二前回も二刀流っていうところが中二。これヘクター、こいつはなんだ、なんか銃撃つ感じ、火炎放射器とかね。バレリア、女狩人、デーモンハンターみたいな感じかな。ディアブロ3だよね。ルキアン、これは魔法、もう明らか魔法ですね。アーニャ、ライフリーチャー、遠距離治療、これは無知か。うわぁ、です。ですやけど、パイガンなっとるな、これ。リストーク、タンク。どうなん、タンクはソロプレイでやるにはタンクって大丈夫なのか。お前は知ってるぞ。なんか、クマが弱いとか噂のダミールだな。クマが弱いらしい。最初のキャラクター選ぶのは結構重要っぽくって、本当に中にはね、なんか弱いっぽい感じで書かれてるやつがいたりとかする。どうしよう。今回、このゲームなんか今のところね、遠距離優遇っぽいんで、僕はこの女狩人バレリアでやってみたいと思います。能力ツリーでね、こうやって、能力も見ることができる。どうやってこれ動かすんやろ。上見たいんやけど、上が見えんのやが。上見させてや。元戻れんが。これ。この閉じる、完全に溶け込みすぎやろ。オッケー、マレリアで行こうぜ。There has always been darkness, 無限の闇あり。Endless darkness. And in that darkness, 闇あるとき光もまた常にあらん。なんかよくあるパターンのなんかいい文句やな。おっと、捕まっとるのか、お前は。反捕まり。英語の均衡。なんかちょっとね、キャラクターとかこのグラフィックに独特なね個性を感じる。嫌いじゃないかな。似たようなゲームがある。名前忘れた。トーチライトか。トーチライトっぽい感じ。ちょっとなんかアニメっぽいね。全然読んでなかった話。そう、これね、初期、WSASD なのよね、これ、移動が。ここがどうなんかな、これ、ミステイク。第4次シュラウド大戦は何の前触れもなく、無慈悲に幕を開けた。いいぞ。ズハ、皆殺しにせよ、この世界はマスターのものである。完全にモブ臭やな、喋り方やったら。で、どうするか。いいね。
右クリック、あ、右クリックスキルっぽい。マウスポイント右。ああ、あれ敵、あれ何ディフェンス、あーに2敵になるか。あーは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 ー、これそっか、こいつのなんかパッシブスキルからなんかの弾、火の弾みたいなやつ。左シフトマウスボタン右、あーこれが左がこれね。でクールタイムが7秒バーとか、あー待って、これちょっとええかもしれない、なんかすごくいい感じ。これシフトとかにしたいな、シフトじゃないわ、スペースにしたい、押しにくいシフト。待って、意外とこれあの敵と敵あれか、赤で出てるのか。 OKOKOK、 おお、なんかこの、ちょっと待って、結構アクションがね、ペース、おお、右マウスボタン、右マウスボタンってなんだ、待って、ま、ちょっとあのあれ恥ずかしながらボタンの配置がどこになるかわからん。 F なんで、 F をしたからって何が出てるのかわからんやんけ。スペースで、でかい手裏剣みたいなのは、あーなんかウェーブ感じね、最後のウェーブ感じっておかしいな。おー、すげえ強いな。あ、英雄の選択確定もしているですか。確定するとゲームプレイで新たな英雄アンロックしない限りプレイができなくなります。もうこれでバレリアリー、 OKOK な、これお試し期間中やった。現状マジで面白い、好きな感じ。みんなちょっとキャラ結構ね、あの心配してたけど、あり、あら早い、制作はこのウォーゲーミングね、制作がウォーゲーミング、制作マッドヘッドゲームズ、アンリアルエンジンを使われているらしい。アンリアルエンジンってあれよね、あのなんかフォートナイトとかのエンジンなんじゃないっけ。パガン、ペイガン、パイガン。もう瞬殺やん。いやいいぞ。なんかもうなんかやりたい感じしてくるわ。あ、なんかマルチもできるっぽいし、マルチするのも今のところなんか2人までみたいな感じになってるらしいけど。シダーガーガー、しかり何時はあの天井に命を落とした。ファンテンは英雄の魂のかけらがより合わさり一つの存在を収束する地であり、命はないが死もまたない。神聖なの剣のゴンの何これ
天よりおりし永遠の英雄として問いたいことはまたあろう。それらはいずれ解を得る。だがまずはいつに行ってももらわなくなるのがある。私について参れ。なんかちょっと日本語おかしいな。ミスティこの地は我々に神々によって作られた地であるがため、彼らは知らんとより来たる恐怖から我らを守ることができた。数世紀にわたりものめんどくさい。ああ、チャットも出るんや、ここ。へえ。中旬もで他の戦闘をプレイする。だが今この絶望の時にあって永遠の玉座は空位である。あ、さっきなんかあの石板みたいなやつ書かれていたんですかな。神々は世界の天秤が知らずのデモンたちに食い戻されの正義二人も当たる生き物はデモン主義からロッドの領域全体を守護していたんだ。それを数石もまとまった保たれていた。We do not know what happened. 彼らにあったか何があったかは誰も知らない。捕まっとるやんけ。あ、消えた。封印されたな。ああ、神々を封印されたんや。でめちゃくちゃ力持ってるやつが封印したってことやね。つまりは要約すると God of nature, trickster and traveler。あ、だからこれこいつらをなんか探してこいみたいな感じになるんか。多分ダーボモラーナ、モラーナ多分あれ死と知恵の女神とか多分なんかあれよ、バイガンになってるやつやろね、きっと。楽しみやな。え、真ん中は？お？古代ラン、イグマのどこかにある。あ、バトルゲートくぐって、暗殺バトルってなんだ？暗殺バトル。ここで、まあ、ここがメインの、その、なんていうかな、会場、メイン会場ってな、拠点になって、ここからがバトルゲートとかを通って、ミッションをこなしていく感じ？狩り。ちょっと拠点を調べてみようやん。どんなんあるんかな。装備とスタッシュ、あ、なんか飛んでる、なんか飛んでる。あ、おらなかった。あ、制作能力。これは？あ、プレイヤーね。あ、拙者と同じやつがおるな。どうも、クレポンと申し総理、申し総郎。今さっき始めました。お、なんか、あ、かっこいい。これは、顔みたいな、お顔を。よっしゃ、行こう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 。会話、バトルゲートと会話するんかい。バトルゲート画面にはバトルマップさんからからの従軍ミッション、そして暗殺バトル。やばいなこれ、なんか結構来てるような気するわ。イグマン陥落するべからず。あ、これトッププレイヤーランキング出るんか。フレンド、近日公開。近日公開って何やねん。映画みたいに言うな。近日実装。表彰の要塞。最も偉大な山下シャラドリータルデモンに対する生ける小石イグマへようこそ。イグマ要塞デモンの領域であふれやすいのもしあれがおそらくすれば我々も皆おそらくするであろう。あの壁のどこかに巨大なアーティファクト武器が眠っているね。何時次第でアリアンス。
guided by the gods themselves, built the Igman stronghold to serve as a bastion to the evil. ペリムって呼ばれ、それは単なる私も100人もデーモンの信号で耐え切ったのだ。なんかすごい壁があるのかい。はいはい。任せろ。あら、えらいダメージ減ったな。ポーション9か。これ自動取得じゃないの？自動取得にもできるのかな。ちょっと待って。オプション。ゲームスタイル。あ、アイテム、羽、翼。翼表示したいんやけど。自動ピックアップを有効化。ゴールド、ポーション、材料、これ全部やっといていいやろ。基本アイテム、伝説のレシピ、あとでもう振り分けするようにしたマシやな。イグマの戦士、ちょっと待って、イグマの戦士の方が強そうなんやけど。装備を見るには、ああなるほどなるほど、使っといた方がいいのかな。インベントリー、石のもの使えんやんけ。あれはスキルはどこで見るんだい。レガシーポイントっていうのがあって、このレガシーポイントがね、かなりね重要になってくるみたい。速攻、あ、パッシブ速攻、移動スピード上昇、あー、インベントリー、スキルとかのアップグレード、ここじゃできんのか。さっきの、おお、びっくりした。オグニア、誰だか知らないけど助けてくれ、ありがとう。もう礼儀正しいな、君は。あ、君は刀鍛冶、刀鍛冶じゃない、鍛冶なのか。鍛冶屋さん、たくましいな。The Vetchnagarda have been the stalwart defenders of Igman since the keep was built. They fought the king, その人に率いられて、シュラウドの大量を知る。これ画面引けんのか、全部あれなんや、自動なんか。まだこれスキルが微妙やな、これスキルが微妙すぎる。ああ、避けた。避けたっていうか、避けられた。そして、ボーガーのプレス、射程が短い。オーケーオーケー。あ、中入らねえのか。裏切り者。毎回マックスまで溜まるんかな。すげえ怖い顔、顔と怖いやな。
第4次シュラウド大帝の幕開けなんて聞いて嫌な時代だね。何曲か助けてくれてありがとう。ポータルストーンだ。待て、壁になんかそういやアーティファクトがどうたらこうたらとか言ってたが、剣はどうなったの。こっから取りに行くみたいな、そういうわけじゃねえのかよ。あ、ここでもうリスタートでもう一回、そうか、くる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 回れるのか。あ、こういう仕様すごくいいね。レベリングもすごく楽、そんな気するね。だワンセットのその速さすごくお手軽感すごくいいね。キルスクワットとかもすごくそんな感じやったけど。あークイックバーンアイコンいるんでしょうか。あのアイコンクリックすると小学のゴールでポーション補充、あポーション補充できるんや。ファンディオンの英雄のかけらクイックバーアイコンは最も多くの英雄のポイントレートを表示する。あーこの英雄のかけらを集めるとアンロックするってこと。ファンディオンに戻る力を取り戻す間、何時はかけた時間しか聖者の領域で取っていない。英雄の炉は全ての魂のかけらを集める場所だ。ここで何時の偉大な英雄が戦いの備えを進めることができる。ああそういうことね。使用可能英雄とペットの一覧を見てアンロックしレガシーに追加するには英雄鍛錬ボタンを使用する。ここで他の英雄のスキルの他の外見的なオプションをアンロックして適用する。ほう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 。なペットはペット連れて歩けんのかい。これ英雄の炉、神が作ったものの中で最も偉大な不思議の人だよ。ああなるほど、まあ、さっき読んだこと新たな、あ英雄の魂がやっぱ必要な。暗殺バトルをやったらいいの。危険な敵をカルト入手できるって。ああ、戦闘どころにある暗殺の鍵という特殊な鍵アイテムが必要。鍵が必要なのか。カスタマイズ、ああいいねえな。こういう風にカスタマイズできるのすごくいいわ。キャラクターペットも連れて歩けるとか書いてるし。あーいいよー、すげえ。これミミックやけど、これ欲しいわ。このペット。他にも英雄や外見的なオプションだけではない、世にも恐ろしい考えにようによっては面白い英雄の側近とともに押し寄せる暗黒を戦うと誓う伝説の獣たちがいる。これ獣なんかこいつら。これなんかほら帽子にかぶってるんやなと思うけど、こいつは明らかに別の生物やろこれ。あーすごいすごいすごい、ユニークなボーナスをオーナーに与えてくれる。レガシーランクね。そう、このレガシーランクを上げることによってそのまあもちろんキャラアンロックしたらキャラレベル1からなるんやけど、その装備がね、武器以外の装備がなんか装備できるとかようになるとかなんかって書いてあったな。あんまり分かってないから言わんとこ。あむふむふむ、カスタマイズ、カスタマイズ大殺し。うわーいいなー。どれがいい、こん中やったら。荒くれの旅人がいいわ。これええー、面白いね。エモーションもあるんや。でペットは
ペット的なやつじゃないのか。まあいいや。おっとアンロックできた。スキル振れる。ここでスキル振るんか。ポイントを振り当てアンロックするこするには能力をクリックする。その能力には複数ポイントを当てることも可能。ああなるほどなるほど。リセットボタン沈めたらこれ再度振り割っている。やり直すにはこれスキルポイント振り直しできるんか。どうなんやろう。もう最初これやトゥルーショットしかないやん。右左クリックでこのようなところにする。11 9 19。チャクラも長いな。じゃだいぶレベル高かったやなあの当時。トゥルーショットスキルポイントどこにあるの。あこれか。右マウスボタン。いい、ロックされた能力。ミニ能力に未確認の変更があります。ああ。あ、これでこうか。ビルドは確定しました。これ、再スペックできるやん。ああ、いいぞ、いいぞ。そういうの非常にいいわ。Something powerful is hidden in Igban. Perhaps some of the soldiers stationed there know more of its location. また何かしろってか。まあ、こんな感じでどん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 、あれやね、ストーリーってか、進んでいくわけね。イベントが。OK、やってこう。なんか意外と、こう、触った感じ、面白そう。まだ30分しかやってないけど。これちょっとね、これもどん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 動画上げていければと思いますので、またよかったら見に来てください。ということで今回はここまでにしたいと思います。それでは、グダグダ実況ご視聴ありがとうございました。これからもグダグダやっていきますので、チャンネル登録お願いします。特につぶやかないツイッターもよろしかったらフォローお願いします。それでは、エンジョイゲームズ。まったねー。